にしっかり内臓を支えてくれている筋肉でもありますし、走るにあたってもちろん足も綺麗で痛いですよね。重心、上半身の重力、重心をしっかりと引き上げるための筋肉でもありますので、ちょっと今日ここをターニングに使っていきます。はい、そしてこれを息を吸い吐きながらその2点キューッと両手集めてみてください。息を吸ってダラーッと緩め、吐いてそのままグーッと、そう、骨なので相当動きませんがイメージです。吸って2つの骨が離れるイメージだったり、キューッとなるイメージだったり、いいですよ、山口さん、いい顔してる、いい顔してる、広がれた方ができる感じですね。もう一回キューッとその2つを寄せ合うと、どこに力が入ります？そう、なんかお尻に力が入るも感じもあったり、なんかお腹もキュッてなります。もう一個片手をチコツに、片手を見てこに、なんかそこからそのまま息を吸い、吐いてその2点がネタって寄せ集めるようにしてみてください。あー、上手、上手、上手、それ吸って緩めて、今触っていただいた4点の骨にまたがるように、ハンモック状にぶら下がっているような筋肉、内側を支えてくれている筋肉でもありますし、走るにあたってもちろん足も綺麗で痛いですよね。重心、上半身の重力、重心をしっかりと引き上げるため